さんこんにちは。人生100年時代元祖ポートフォリオワーカーのマダムホーです。今日は皆さんにお金の使い方についてお話をしたいと思います。まあ、これも各自、それぞれの考え方がありますので、まあ、私の話を聞いていただいて特に賛成する必要はありません。反対でも結構です。ただお金についてもいろいろな価値観があるということだけを、覚えておいてください。で、私は思うんですけれども、お金の価値観っていうのがそのままストレートにその人の人生の違いになってくると思います。あ、ハートマークありがとうございます。ゆこちゃんいつもありがとうございます。上田さんこんにちは。それでですね、何を言いたいかっていうと、例えば先日お話ししましたように、私および私の夫っていうのは、私たち夫婦は旅行に行くときには必ずいいホテルじゃないと嫌なんですね。せっかくお金を使って、まあ、私たちいつも国際線に乗るんですけど、海外旅行に行くときに、そのね、いくらもう帰って寝るだけだからって言って、なんか三流のホテルとか安いホテルっていうのは嫌なんですね。もうそれだけで、なんかその旅全体の思い出が良くない。私たちの場合は、日頃、自分の家とかで思いっきり仕事をしてクタクタになっているので、旅行に出かけるときには多分休むっていうことが目的なんですね。もう一日中ホテルで寝ときたいとか。そうするとやっぱりふかふかのベッド、例えば東京の帝国ホテルのシーツは本当に気持ちがよくってふかふかで、カーテンはもうカーテン閉めると本当に日光を遮断してくれますから、時差ボケの人間にはありがたいんですね。そういった意味で本当にこの東京の帝国ホテルって素晴らしいなと思うんですけど、そんな感じでこのホテルのシーツが気持ちが良くなきゃ嫌だとかね、そういうことがあるわけなんです。そういった意味でやっぱり夫婦円満とか、まあ、友達関係にしても同じ価値観の人同士がいいと思うんですよ。私がこういう性格ですから、絶対にアウトドアタイプのワイルドな男性は苦手なんですね。例えば家族旅行行こうって言って、どっかのなんかキャンピング、なんか川べりでテント張って、そこでカレーライス作って、そしてリクリエーションは何するかって言うと、なんかラフティング、この救命胴衣つけてヘルメットかぶって、こんなカヌーでこういう。だからそういうのが好きな家族とか、そういうのが好きな人はカップルはそれをすればいいんですけど、私はお世辞にも無理やり自分を殺して相手にそういうことで合わせるっていうことはやらないんですね。だって皆さん考えてください。この私がこういう髪の毛カールしてる私がヘルメットかぶって救命胴衣つけてラフティングとかホワイトなんとかで、絶対やらない、絶対やらない。屋形船だって嫌なぐらいなのに、絶対ことやらないわけで、だからやっぱり必然的に私の夫もああいうのが嫌いなんですね。なんかキャンプとかワイルドライフとか絶対うちの主人も嫌なんですよ。やっぱり旅行に行くときは、まあ大名旅行じゃないですけど、ちゃんともうホテルもドアマンがいて、車がさっと着くと荷物をさっと取ってくれて、もうスーツケースをお部屋に入るまで触らなくていいような旅行が好きなんですね。それでまあ今日は何を言いたいかっていうと、結局お金の使い方はあなたの価値観次第ですから、この世の中にこれが正しいお金の使い方、これが間違ったお金の使い方っていうものはないんです。ないんですけれども、また同時に人間は死ぬ時にはやらなかったことを後悔しながら死ぬわけですね。で、一つこれは本当に笑い話になっちゃう本当の話なんですけど、私の友達が嫁いだ先のおじさんの話なんですね。だから友達の旦那さんのおじさんの話なんです。で、そのおじさんはやっぱりケチだったんですね。まあ、節約家、よく言えば節約家で、もう絶対に無駄遣いをせずに、だから結婚もせずに一生独身でせっせとコツコツ働いて貯金をしたわけです。で、彼の唯一の夢っていうのが、定年退職をしたら世界旅行、世界一周旅行して、行きたいとこに行って食べたいものを食べて、もうすごくいい暮らしをして一生終わりたいっていうのが彼の思う
思いだったわけですね。ですから若い時からコツ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 とお金を貯めて、まあ、デートとか恋人ができるとお金が無駄になるので、恋人も作らず、もちろん結婚もせずに一生独身でつつましやかに暮らしてたわけなんですよ。それでようやくお仕事を勤め上げて60歳65歳で定年退職、さあこれからっていう時に、なんか神様は不公平なんですけど、このおじさんは脳梗塞かなんかなったんですね。ですからせっかくさあこれから貯金をして、これで世界中旅に行って食べたいものを食べてと思ってたら、脳梗塞が起こして一生車椅子になっちゃったんですよ。それで自分で生活できないから、なんか介護施設なんですね。で、日本の場合は分かりませんが、アメリカの介護施設、特にこのカリフォルニアとかニューヨークとか、まあ、大都会の介護施設だと、1ヶ月に現金ですよ、70万円、7000ドルなんてかかるんですね。だいたい1ヶ月手取りで70万の人っていない、まあ、富裕層だけなんですよね。多分人口の5%とか10%しか手取りで税金払ったのに、手取りで7000ドルっていうのはすごく少ない。だけど介護施設に入ると、それがもう嫌おうがなしに毎月パンパンパンと出ていくから、この友達の嫁いだ先のおじさんは一生懸命、一生60歳65歳まで恋人も作らず結婚もせずに、ずっと貯めたお金を全部介護施設にバンバンバンと取られてるんですよ。だからどうなんでしょうね。もちろん若い時は贅沢をせずにっていうこともそうなんですが、でもやっぱり考え方なんですね。もちろん浪費はダメですよ。無駄遣いはダメなんですけど、私たち夫婦の今、共働きだからできるのかもしれませんが、同じ旅行をするのなら、同じお金をかけるのなら、ああいう安いツアーとか安ホテルじゃなくって、もうだいたい最初の1日目は一日中寝てるわけですので、そしたらシーツが高級な気持ちのいいシーツで、もうカーテンを閉めれば日光も入ってこない、でドアノブに起こさないでくれってかけとけば本当に起こさないでくれる、そういう帝国ホテルみたいなところに泊まってるっていうのが私たち夫婦の共通の価値観なんですね。ですからやっぱり夫とこの間も話してたんですけど、多くの人は、まあ、もちろんお子さんがいるとかいろんな理由で60歳とか定年迎えるまでは、まあ、旅行も海外旅行もできないわけですね。それでやっと60歳65歳になって、今一人アメリカ人の友達も今もう離婚もして子供も成人して、で年金が入るから、今もう本当に四半期に1回、3ヶ月に1回ずつもうスイスだなんだってこう言ってるんですけど、だからそうやって自分が年を取って、その時にお金と健康があるということで楽しみを取っておくのか、私たち夫婦みたいに年に1回は、特にこの5月6月って本当に Facebook が今までの何年前のあなたは、今日のあなたはこうやってましたって見たら、5年前も、2年前はジャカルタにいて、なんか5年前はパリにいて、その前はドバイにいてて、なんかこの週っていうのは本当に普通の私にとったらバカンスの週なんですけど、今このコロナのおかげでずっと家にこもっています。まあだけれどこれはこれで楽しんでるんですけれどもね、まあ、そういった意味でね、皆さんお金の使い方、本当にこれが正しい間違ってるっていうのはないんですけれども、まあ、結婚している方はご夫婦の共通の価値観、またはまあ子供のいる人の価値観なんですけれども、やっぱりいつ何時あなたがまあこのコロナウイルスにかかって明日死ぬかもしれないとか、もしかして明日あなたは道路を渡ってたら、横断歩道を渡ってたら、なんかね、この前もいましたね、麻薬やってる人がいて急にバーンと殺されるかも分かる。まあ本当一寸先を闇で何が起こるかわからないので、ある程度楽しむお金っていうのも必要かなと思います。その無駄遣いはダメです。だけど私たち夫婦のポリシーは、例えば何か投資とかしてこのお金儲かりますよね。儲かるとまたそれは次にロールオーバーって言って、また次の投資に回すんですが、やっぱり1割、1割はまあ、お祝いっていうか、あ、ちょっと儲かって、この投資でこれ儲かったね、じゃあこの10%は
旅行に行こうとか、美味しいものを食べようとかね、やるんですよ。私たち夫婦で結構そうやってこのちょこっとお金を楽しむことを知ってるんですね。ですからやっぱりある意味私たち夫婦っていうのは、今仮にここでコロナウイルスにかかって死んだり、交通事故で死んでも、ある意味思い残すことがないんですよ。だいたいG7 プラススイスですね。G7 プラススイスの汚くない、臭くないところはだいたいもう行ってますし、だいたいやりたいこともやっている。だからすごく充実した人生過ごしてるんですね。もうほんと定年退職まで我慢して、毎年その後は夫婦でここ行きました、あそこ行きましたって、ね、毎年クリスマスカードとかもくださる方いるんだけれども、なんだろうな、せっかく旅行行くのなら、おじいちゃんおばあちゃんになった記念写真よりは、やっぱりそれなりの若くて綺麗な時のカップルの写真の方が思い出になるかな。もちろんその無理に無駄遣いをしろということは言っていないんですが、でも逆に考えると、これがまあ価値観の違いなんですけどね、やっぱり若い時からいいものを知ってるっていう、これも重要なことだと思うんです。だから私が皆さんに言うのは、例えば生き金死に金、同じお金を使うのなら、まあその仮にこれスターバックスが悪いとかって言ってるんじゃないんですけど、同じお金を使うのなら毎日500円、まあ、スタバなり、なんか、居酒屋なりなんか分かりませんけど、毎日500円、フラッペチーノでお金を使うとしたら、ですから、1週間、月曜から金曜日で500円、2500円、それが週4日で1万円のお金を使うわけですね。1万円を毎日、そのスタバとかなんか、ああいうドリンク、太るドリンク、フラッペチーノを飲んで、豚になるのがいいのか、もしくは私みたいにいつもこうやって水筒にもう自分の好きなものを持って、スタバとかのお金は使わない、でもそこでの1万円で、まあ1ヶ月に1回すごく高級レストラン、1万円のランチだったら結構いいものを食べれるでしょ。でそこに行くことによって、あ、これが高級な一流のウェイターさんの求人です。本当に皆さん、もう本当は私は東京といえば帝国ホテルの大ファンなんですけれども、まあ帝国ホテルの例えばフレンチレストラン行ってみてください。でセゾン、もうすごいです。本当にこのいつも私のセミナーはランチセミナーで、あそこか中華レストランやりますけれども、もうその打ち合わせの時からいろいろこのね、こっちのニーズを聞いてくださって、あ、聞いてくださって、あ、じゃあメニューここをこうしましょう、ああしましょうとかって、でお部屋はこれにしましょうかと、本当にもうレセゾンの方、それから北京の方、素晴らしいです。もう本当に帝国ホテルってもうなんでこんな素晴らしいんだろう。あそこのダイナーズのパンケーキでさえもうちょっとした心遣いですよね。別に注文もしてないのに、ちょっとこういったものを添えてくださるとか、もう本当にもう皆さん、だから毎日500円で何か使うんであれば、そのドリンクで使うんであれば、こうやって自分で水筒でマイドリンク持ち歩いて、その代わりその貯めた1万円で1ヶ月に1回帝国ホテルのランチとかお茶とかでも、まあ1杯1600円ぐらいしますけど、あの雰囲気ですよね。あそこにいさせてくれて、でそこでやっぱり商談とか来ているいろんな方、ピープルワッチングしてみてください。どういう方が帝国で同じコーヒー飲むのに1杯1600円のコーヒー飲んでるかとかね、どういう話をなさってるのか、どういう商談をしてるのか、どういう方があそこで商談をするのか、そういうのを見る、雰囲気を味わう、その給仕サーブをする方の態度、姿勢、もうすべてですよね。そういったことに、そういう一流のものに触れる、それにお金を使うのが私たちは生き金だと思うんですよ。ただ単にケチって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 、三流のところの三流の部屋でなんかもう狭くって、何これって感じの三流の、やっぱりね、いいものを目利きになるためには、まずいいものに触れるっていうことは大事だと思います。これは贅沢とかじゃなくって、あ、本当、ゆうこちゃんも帝国ホテル本当に
そこは素晴らしい。本当私世界いろいろ5つ星とか行きますけど、個人的には東京の帝国ホテルがもう世界一番だと思っています。本当にすごいです。毎回行くとハウスキーピングの方が私の好み覚えててくださって、枕からこのアメニティの置き方、場所までちゃんと覚えてるって、これってすごいですよ。もうそういうなんか本当気配りですよね。だから私は日本の旅館とか嫌いで、もうホテル派なんですけど、本当に一度皆さん帝国ホテル体験してみてください。まあ、そういった意味でお金の使い方ですよね。本当にこれはもう価値観だから、似た者夫婦なんですね。おしどり夫婦っていうのは似た者夫婦で、私と夫はテント張ってキャンプして、カレー食べて絶対嫌なんですね。もううちは5つ星ホテル、もう入ったらもうスーツケースも全部持ってくれる、自分たちが持つのも嫌っていう夫婦なんですけど、でもアウトドアの好きな方はやっぱり薪を拾ってキャンプして、ヘルメットとライフベストつけてラフティングをするのも好きな夫婦、それはそれでいいんですよ。だからお互いこう好みがあって、お金の使い方もあって、だからやっぱりケチなとかお金の亡者だったら、お金投資で儲かってもそれまた次々次で、そんなの金使うのもったいないっていうご主人もいるらしいんですけど、うちの場合は儲かったら1割はやっぱりエンジョイしようね、であとの9割はまた次にロールオーバーっていうことをやります。はい、以上です。まあ、そういった意味で皆さん、お金っていうのはあなたを表します。お金っていうのはその人を表します。ですからお金の使い方、その人がどういうお金の使い方をするのか、よく観察してみてください。お金を通じていろんなその人となりが分かります。はい、今日はここまでです。どうもありがとうございました。ではまた次回ごきげんよう。さよなら。ハートありがとうございます。いつもゆうこちゃんありがとう。